この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、拮抗した試合で勝ちきれないのはすごく痛い。勝てる力があるだけに。アメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は25日、日本時間26日の敵地ロッキーズ戦に2番 DH で出場。4打数2安打1打点で今季打点を61とし、リーグ単独トップに立った。しかし、チームは3対4で敗れ、ナ・リーグ西地区最下位チーム相手に1勝2敗でカード負け越し。前日の25得点から打って変わって、相手チームの先発投手が躍動したこともあり、ロッキーズが優先となる戦いを繰り広げ、敗北となった。この日の敗北に落胆する声も多く上がっている中、前日と打って変わって三塁打を決めた大谷翔平も思わずチームに苦言をしてしまうほど、この日の敗北に悔しさをにじませていた。現地6月25日、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は敵地でコロラドロッキーズ戦に2番指名打者で先発出場し、6回に3試合連続安打となる三塁打で今季61打点を記録するも、チームは3対4で敗れる結果となった。前日は球団新記録の25得点で完勝したエンジェルスだったが、この日は相手先発オースティン・ゴンバーの前に打線が沈黙。5回までスコアボードに0が並んだ。大谷の第1打席は2ゴロ。3回2アウト1塁の第2打席は中前打でチャンスメイクするも、これは得点にはつながらなかった。3点ビハインドで迎えた6回ノーアウト2塁。相手左腕の高め速球を二刀流スターは流し打ち。打球速度 113.7 マイル、約183キロを叩き出した弾丸ライナーは左中間をぶち抜いていき、打球の行方を追った大谷は快速を飛ばして一気に三塁まで到達した。反撃の口火を切る大谷の敵地三塁打でエンジェルスが1点を返すと、続くマイク・トラウトは死球を受け、ノーアウト1・3塁にチャンスが広がったが、4番ブランドン・デュルーリーの犠飛で2対3と1点差にするのが精一杯だった。7回にエゼケル・トーバーの敵地打で点差を2点にされると、大谷は直後の8回ワンアウト1塁で4度目の打席へ。背番号17は4球目を強振するが、ライトへ高く上がりすぎてしまい、打球は右翼のグラブに吸い込まれた。エンジェルスは9回、ニューヨーク・メッツからトレードで加入し、前日即スタメン起用されたエデュアルド・エスコバーが三塁打で出塁すると、7番ミッキー・モニアックのタイムリー二塁打で1点差に詰め寄る粘りを見せたが、最後はルイス・レンヒーフォが3ゴロに打ち取られゲームセット。前日の猛打とは打って変わり、今日は3得点しか奪えず、ナ・リーグ西地区最下位チームとの3連戦を負け越した。大谷は4打数2安打1打点で、打点61はア・リーグ単独トップをマークしているが、この日の敗北はチームにとって響くものとなった。ネビン監督は、これが野球。ゴンバーが投げていたボールも良かった。強く打ち返すことがなかなかできなかった、と渋い表情で振り返った。大谷翔平も試合後に球団職員を通じてコメントを発表し、昨日の試合でチームは勢いが生まれたと思うので、今日も勝ちたかったです。拮抗した試合だとなかなか勝てないのはもったいないですし、勝てる力はこのチームにはあると思ってます。だからこそ自分がもっとホームランなどで援護できていればと考えてしまいます。悔しいですが、明日からの試合に切り替えます、と無念がにじみ出たコメントを残した。前日24日は球団新となる28安打25得点を記録したエンゼルス打線。だが、25日はロッキーズ投手陣の前に8安打3得点に終わり、連勝はならなかった。ブルージェイズが勝ったため、ア・リーグのプレーオフ圏内からも外れた。エンゼルスは9年ぶりのポストシーズン進出を狙っているが、この日の敗戦で貯金は5に減少。ア・リーグのワイルドカードシリーズ争いをしているヤンキース、ブルージェイズが勝利したため、同じ東地区2から4位のオリオールズ、ヤンキース、ブルージェイズが圏内となり、エンゼルスは圏外に外れた。また、西地区首位レンジャーズはヤンキースに敗れたため、エンゼルスとの6ゲーム差は変わらなかった。なお、エンゼルスは27日から本拠地アナハイムに戻り、
ホワイトソックスとの4連戦に臨むことになる。ここで勝利を積み重ねて後半戦に向けて備えたいところだ。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。チームは先日の大勝から一転してあと1本が出なかったですね。大谷選手は4打数2安打3塁打も打っていて調子が良かったですね。大谷選手は顔がいいのはもちろん、肌や歯などケアしてる格好良さも素晴らしいです。自分も少しでもそういう印象を与えたくて、話題のキューレールパールで毎日歯磨きを行うようになって、普段のケアだけで真っ白な歯になれて嬉しいです。引き続き応援しています。オールスターでの活躍にも期待です。地区優勝となると少し厳しいとは思いますが、ワイルドカード争いなら粘らないといけないですよね。ここからオールスターまでが前半戦の正念場だと思います。この後最低でも勝率は5分でいくことは大事。もちろん勝ちが一つでも多い方がいいに決まってますが、アストロズ、ヤンキース、ブルージェイズが抜け出す感じもまだしないです。エンゼルスは中途半端に長打力のある選手が多すぎるのが印象。大谷とトラウトいるんだから、3割打者か選球眼のいい選手を取ればいいんだ。大きく勝利を決めた翌日の試合ではその勢いを保つのは至難の業です。相手チームも同じ結果にはしないと執念を燃やしてくるので、拮抗した試合になる傾向がありますが、まさしくその通りになりましたね。負け越しているチームが相手だったとはいえ、先発を務めた投手が躍動してみせ、エンゼルスの打線を5回までは完全に抑えてみせていました。大谷翔平選手もこの状況を打開するために三塁打を放つなど、昨日とは打って変わって活躍をしてみせていましたが、逆転となるチャンスをつかむことができてもその後につなげることができない展開となってしまいました。今日の敗北について多くの大谷選手のファンにとっては落胆してしまう結果となりましたが、長いシーズンにわたって試合が続くスポーツである野球です。どんなに強いチームでも勝ち続けることなんて不可能ですから、こういう日もあると思って次に向けて切り替えるしかないのではないかと思っています。明日からはホワイトソックスとの対戦です。ここで気持ちを切り替えて勝つことができるのでしょうか。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。